ないの。日清この激励にいささかでも効果を上げんと。これは仕事じゃないんですよ。やりたいもやりたくないもあるかってんだよ。検閲課の古賀です。北沢は楽天です。今日はね、久しぶりの漫画家の仕事なんですから。よっしゃ、決めた。ほらな、四月目らしい建前を。本気でおちょくり倒したいんや。あなたという人か。懐かしい、あの頃。先生は先生、俺たちは俺たち。思い出すよ。卑怯だな。夢追いか。